決まった運命を正確に示すものです。行き過ぎた装飾はかえって人々の誤解を招くことになってしまいます。おとなしく渡しな。俺たちが手荒な真似をする前にな、元素力を使ってメガリレーに抵抗するんなら頭を冷やしてきた方がいいぜ。前にそうした奴がどんな結末をたどったか知らないわけじゃないだろう。無駄なあがきだぜ。見逃してください。この神の目は手に入れたばかりなんです。使わないと誓いますので。ちょうど神の目の押収現場に出くわしたぞ。放ってはおけないよな。ちょいちょい待ちや、うん、あっちで誰かオイラたちを呼んでる人がいるぞ。こっちこっち、はよこっち来。どうしたんだ。緊急事態なんだ。オイラたち今から。しぃ見とき。おい、なんなんだよお前。自分に神の目がないからってそうやって野じ馬みたいに。ってあれ、お前持ってるのか。しぃ静かにしとき。うちらまで見つかってまうやろ。わかりました。これでいいですか武士様。ふん、それでいい。行くぞ。どうするんだよ。もう神の目を渡しちゃったぞ。まさか神の目を失った後何が起きるのか知らないのか。お前のせいでタイミングを逃しちゃったじゃないか。よいみやさん、ありがとうございます。さっき僕にくれた偽物がなければ本当に押収されてるところでした。気にせんといて。あんたも結構ええ演技してたで。そうだったのか。そうとも知らずにオイラさっきよいみやさんにあんな態度を。ごめんなさい。ええんや。あんたらのさっきの反応、同じ立場におる人間やってのがようわかったわ。互いに理解するっちゅうのはめっちゃ重要なことや。あんたもそう思うやろ。あ、自己紹介がまだやったな。うちはよいみや、この長野原花火屋の現店主や。普段は花火を作って生計を立ててんねん。よろしゅうな。花見坂でよいみやさんを知らない人はいませんよ。夏祭りの女王とはまさに彼女のこと。彼女と彼女の花火がなければ鳴上島に夏がないのと同じことです。すごい人なんだな。オイラも花火が大好きだ。会えて嬉しいぞ。そんないなこと言われると照れるな、ハンシロー。それとうちに礼を言うよりも正勝先生に感謝しや。正勝先生が偽の神の目を残してくれたおかげやさかい。あん時うちの神の目も正勝先生の偽物を使おうて守ったんや。もし奪われてたら商売上がったりやったで。はあ、正勝先生は本当にいい方なのにどうして報われないのでしょう。正勝先生ん？なんや、あんたらも正勝先生を知っとるんか。ほんまか。白鷺の姫君が手配したもんやったんやな。実はここ数日獄中に乗り込もうと企んどったところや。せやけどいきなり無謀に突っ走っても神里さんに迷惑かけるだけやと思うてな。うちもあんたらと一緒に行動させてくれへんか。もちろんいいぜ。綾香もオイラたちに長野原花火屋で助っ人に会ってほしいって言ってたんだ。どうやら宵宮のことだったみたいだな。どうやら店で神の名の所有者をかくまう以外にもついに他の役割が回ってきたっちゅうことやな。正勝先生は町奉行所に閉じ込められとる。あそこの周りはもううちが偵察したで。めっちゃええ潜入場所があんねん。宵宮は頼もしいな。
ろ。準備ができたら出発するで。絶対に正勝先生を助けるで。助けるで。仕事の時間ですか？やっと入れたな。思ってた以上に不気味なところだ。こっから入って正解やったな。あいつらの注意を引かずに済んだわ。この機会を逃したらあかんで。こんなとこに閉じ込められるんは怖いやろな。はよう正勝先生を救いに行くで。手分けして行動するで。正勝先生を迎えるには少し準備がいるんや。おう、じゃあ気をつけていけよ。絶対に捕まらないよ。おう、あんたらもな。敗北を期してか。この壁、なんだかおかしいぞ。何か仕掛けがあるのかな。こいつら、なんだか強化されてるみたいだ。その力の源は、修練が足りなかったか。やっ、このども続け。ついていきます。お触り禁止。先に引くぞ。
って無理だ。召喚化粧拙者の負けだ。手合わせ願いたい。
れが正勝先生みたいだな。あんな小賢しい真似で俺たちを騙せるとでも思ったのか。ふん、東国だけで済むと思うなよ。畜生、天領奉行の奴ら正勝先生に暴行しとる。早くどうにかして助け出さないと。おれ、いよいみや、お前いつの間に。もう見てられん。正勝先生に何かあったら、うちらがここに来た意味は。お前たち何をしている。九条サラ様、俺たちはただこいつの指導をしているだけです。あれ、あいつは誰だ。九条サラ、天領奉行九条家の養子で幕府軍の大将や。なんでこないな場所に。どけ、どんな状態か見せろ。死刑は将軍様から禁止されているはずだ。知らないわけではないだろう。存じております。もし自分たちのやったことに恥を感じていないのであれば、天領奉行の配下としてふさわしくない。申し訳ございません、九条様。威厳のある人だな。あいつらの注意力が正勝先生からそれとる。今が好機かもしれんで。おい、よいみや、焦って行動しない方が。あ、待て、そこに誰か。お前たち見に行け。はっ。来たぞ、早く隠れろ。悪い、うちのせいや。心配せんで、うちの失敗はうちが取り戻す。さっき準備しといたとっておきで。あそこで何か爆発したぞ。まさか花火。見に行くぞ。はあ、花火って注意を引くにはもってこいだな。少し派手すぎる気もするけど。花火の使い道は祭りだけやないで。当たり前や、こいつはうちの自信作なんやから。うわ。おい、よいみや、お前監獄で花火大会でもやるつもりか。うちも職人やさかい、無意識のうちにちょっち派手にやりたくなってもったんや。もうあっちに誰もいないみたいだぞ。今のうちに行ってみようぜ。よいみや、よいみやか。正勝先生、待たせてもうたな。畜生、あいつら好き勝手に。早く行くぞ、もしあいつらが戻ってきたら。今回だけだ。重傷を負っている、連れて行って治療してやれ。だが、治療が終わり次第、必ずもう一度捕まえる。次はそう簡単にいかんと思うで。さっさと行け。あの暗いところから外に。正勝先生、平気か？歩けそうか？大丈夫だ、医者に着く前に死ぬことはないだろう。みんな、うちは正勝先生を医者に連れて行く。
祝うのはまた今度や。分かったから早く行け。オイラたちに構わなくていいから。なんとかうまく救い出せたな。そうだな、あの九条サラってやつ、部下の過ちの埋め合わせをするためにオイラたちを見逃してくれたのかな。天領奉行にもいいやつがいるんだな。もちろんメガリレーを執行してることを認めたわけじゃないけど。よし、じゃあこのいい知らせを綾香たちに教えよう。なるほど、九条サラは君たちに手を出さなかったと。どうやら彼女も全くの理不尽というわけではないようだね。彼女と接触を試み、より多くの情報を聞き出せないだろうか。それは難しいと思います。九条サラはメガリレーの執行者、彼女は将軍様の命令以外は従いません。正勝先生がメガリレーに直接脅威をもたらす存在ではないと判断し見逃したのでしょう。しかし私たちの身分があらわになった場合、彼女は容赦しないはずです。ごもっとも。しかし正勝先生を救い出せた今、俺たちが一本取り返せたと言ってもいいだろう。今回は宵宮と旅人のおかげだ。勝利にまた一歩近づけたってわけだ。君は俺が思っている以上に頼りになる人みたいだな。そうでもないぜ。確かに旅人さんの助けがなければ今回の救出はこんなにうまくはいかなかったでしょう。しかしメガリレーに抵抗するにはこれだけではまだまだ足りません。今後の計画を準備する必要がございます。そんなに心配しなくても大丈夫さ、お嬢。少なくとも今は全ていい方向に向かっている。監獄から正勝先生を無事救出し、仲間の数も増えた。そういえば天領奉行が近頃祝典の準備をしていると聞いた。何か儀式に似たようなものらしい。それで町にいるメガリレーの武士が減ったのは確かだ。今は一時的に平和になってる。儀式？どうして天領奉行がそのようなことを？俺にもわからないが、俺たちとは関係ないことだろう。とにかく彼らが最近忙しくしているのは事実だ。俺たちに構う暇なんてない。そうですね、確かに一理あります。ずっと気を張っていても疲れがたまるだけでしょう。少々休息を取った方がいいかもしれません。トーマ、何か提案はございますか？ちょうど祝賀会を行おうと思ってたところだ。みんなで一緒に鍋でもどうかな。実は最近新しい鍋遊びを知ってね、とっても面白いんだ。鍋遊び？なんだそれ。聞いた感じ食べ物と関係があるみたいだけど。簡単に言えば各自それぞれ違う材料を用意し一緒に鍋に入れる。目を閉じて鍋から食材をすくい出し、食べながら誰の食材かを当てるんだ。正解した場合同じ作業をもう一回繰り返す。最終的に得点が一番高かった人が鍋の神のご加護を得られるという言い伝えがあるんだ。面白そうだろ？もう待ちきれない。実はすでに自分の分の食材は用意してあるんだ。どんだけ遊びたいんだよ。仕方ないな。旅人、オイルたちも食材を用意してこようぜ。何がいいかな。どれどれ。鬼ヤバな絶運の唐辛子、超しょっぱいハム、無評花の数い、なんか恐ろしい鍋になりそうだな。
お腹が痛い。胃の中で花火が上がってるみたいだ。まさかトーマが一番得点を取るなんて。おかしな食材はほとんどトーマが食べちゃったな。大丈夫かトーマ。塩漬け青魚、熟していないスミレウリ、しゃぶしゃぶ団子、それと食べたら舌が凍るやつ。なんだか走馬灯が見えてきた気がするぜ。さよならみんな。全部トーマがご自身で入れたおかしなものじゃございませんか。自分の食材をずっと救っていましたよ。でも綾香は鍋にケーキを入れてたよな。旅人が食べてたぞ、鍋ケーキ。もう想像するだけでも。ごめんなさい、もっと美味しくなると思いまして。ダメだ、少し休ませてくれ。生き返った。トーマ、別にあんなに頑張らなくてもよかったんだぞ。わざといくつか間違えれば綾香や旅人の番になってたのに。最近運があまり良くないと感じてね。鍋の神のご加護で運勢を変えたかったんだ。だけど気づいたら火がついちゃってたようだ。まあ一種の修行だと思えば問題ないさ。もう悪い運気は全てこの遊びで使い切ったことを感じるよ。今ここに宣言しよう。本日の鍋遊びはこれにて閉幕。優勝者はこの俺だ。おお。遊びも終わり、仕事も一段落ついた。次は休息を取る時間かな。はい、トーマの言う通り、天領奉行が本当に何か準備をしているのでしたら一度休息を取りましょう。休んでいる間に私も少々行いたいことがございます。じゃあ各自休んでくれ。何日か後に木漏れ茶屋に集合して次の計画を相談しよう。めったにない休暇だ、大事に使うんだぞ。俺もそろそろ支度をして次の鍋遊びの食材を用意してくるとしよう。またやる気かよ。一回だけじゃ物足りないだろ。じゃあみんなまた。おう、またな。旅人、しばらく木漏れ茶屋には来なくていいみたいだから他の場所に行ってみようぜ。物欲を抑える。